イサの、ランカードイサ16ビットのカード。上から順に XT バス、イサ16ビット、a s イサスロットのある、マザーボードイサバスのピン配置インダストリースタンダード、アーキテクチャーと略されるは、1984年に発売された IBM PC、AT に搭載されたバスを、1988年に標準化したものである。AT バスは、IBM PC、 AT に搭載されたバスであり、8088対応の8ビットバスである、XT バスを8286に対応した16ビットバスに拡張したものである。当時は、汎用バスとしての標準化はされておらず、AT バスという正式名称も存在しなかったが、PC、AT 及び PC、a t 互換機が事実上の標準となったため、この AT バスという名称や企画もまた事実上の標準となった。1988年に ASA が制定された際に初めてイサバスの名称が付けられ遡って標準化された。このため現在でも当時の ASA 陣営のメーカーはイサバス対立した IBM は AT バスと呼ぶ傾向がある。イサは XT バスの先に増えたアドレス線やデータ線や割り込み線を付加した構造で、XT バスの上位互換機能を持つが、泥縄式拡張であるため、遅いバススピード、割り込み数の不足、バス調停機能の欠如、無秩序で非合理的な信号線配列、貧弱なグランドによる信号保護の不足、電力供給の不足等、数多くの問題を抱え、 汎用バスとしてはかなり使いづらい存在である。とは言うものの、当初ローカルな使用目的で実装が容易なことを題、一として作成されたバスが、汎用標準バスとして普及するという事態はよくある。ことで、アーキテクチャに依存しない、汎用志向のバスで広く普及しているのは、PCI のものであろう。なお、PC-AT に搭載されたバスと、以後、 AT バスと総称されて、後に、イサと呼ばれたバスは、厳密には同一ではない。イサバスは16の割り込みチャンネルを持ち、そのうち11が拡張スロットに引き出されている。1区8から15は、1区2に接続された割り込みコントローラーが受け持つため、優先度は、1区2と3の間になる。また、8つのドマチャンネルを持ち、うち7つが引き出されている。8ビットのスロットで使用できるのは、 割り込みが6つ、ドマが3つである。PC-XT や PC-AT では CPU のローカルバスをバスバッファーを経由しただけで外部に引き出した構造をしており、そのためバスクロックは CPU のクロックと同一となり、PC-XT では8088の8ビット 4.77MHz、PC-AT では8286の16ビット8。 メガヘルツであった。つまり、各、モデルごとのローカル規格のバスであった。これに対してコンパックは、デスコープロー386で IBM に先駆けて3 2ビットの8386を採用した際に、バスブリッジを導入し、CPU のクロックと外部バスのクロックを分離した。これにより3 2ビットの8386と、 すでに普及していた16ビット 8MHz 前後の AT バス周辺機器の両立が可能となった。コンパックはこれをフレックスアーキテクチャーと呼んだ。さらにバスクロックは 10MHz が一般的となり、後には再参入した IBM を含め、スロット数を含め色々な AT バスマシンである PC、AT 互換機が普及し、事実上の標準となった。 反面、いくら高速な3 2ビット CPU を搭載しても、外部バスは1 6ット十1 0 m h z 前後のままという、レガシーな負の側面は残り、後の MCA と ASA の比較争いにつながることになった。後に AS、ASA、GA と IEE が標準化した ISA バスは、正確にはバスブリッジ方式のものである。1990年代後半より、ISA は、 PCI の普及に伴い徐々に姿を消していったが、一部の特殊な機器を ISA で接続する需要が少なからず存在していたことから2004年頃までは ISA スロットを搭載したマザーボードが販売されていたものの ISA スロット非搭載を前提とするインテルチップセット900番台の本格普及を機に姿を消していった。なお、拡張スロットとしての ISA バスが搭載されていない機種で、 あっても、レガシーデバイスと呼ばれる PS にコネクタ、ドマコントローラなどは、ソフトウェアからのアクセス方法の互換性が保たれており、見かけウェイサバスに接続されているように認識される。AB と n e t s o m マスタリング TCP、IP ネットワーク用語辞典をオブ社、2002年、424ページ。ISBN4 から274064964。PC。 AP で割り込みコントローラーが追加された関係で、オリジナルの XT バスではイク2になっている。B4 番の信号線がイサバスではイク9になっている。ありがとうございます。